皆さん、こんばんは。インシュアテックスタートアップ、ミートアップの第40回目を開催したいと思いますので、本日どうぞよろしくお願いします。で、今日のテーマなんですけども、画面投影させていただいております、アジアのイノベ大国群、独創的な西方周辺領域ソリューションを一挙ご紹介というところで、今回2人の方にご登壇いただこうかなというふうに思っています。で、ちょっと最初になんですけれども、簡単に私の自己紹介の方させていただければなと思います。私、日本ライフ X の東京拠点で、おります、平松と申します。日本生命に入社して、最初、法改正等を踏まえた個別保険領域の、実務構築だったりとか、あと新規事業領域のリーガル対応っていうのをやった上で、日本ライフ X の方に赴任をしてます。で、日本ライフ X のところでは、日清プラス商談の立ち上げ時のグループガバナンスの構築だったりとか、今具体的な事業開発っていうのに従事しております。本日どうぞよろしくお願いします。そして、今日具体的にお話しいただく2人、またちょっとご紹介できればなと思います。最初に、横井さんの方からご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。今ですね、日本貿易振興機構、ジェトロのシンガポール事務所におります、横井と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私ですね、もともと、経済産業省に、入省いたしまして、で、そうですね、通商政策ですとか気候変動の分野など、携わってきました。で、また、シンガポールに赴任するですね、直前のですね、2018年からはですね、産業革新投資機構、JIC という官民ファンドでですね、会社の立ち上げですとか、それから、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティのファンドの組成、また外部のですね、VC さんや PE さんへの LP 投資などの、チームの立ち上げや、その、投資実行の管理などを、してきておりました。で、2021年の10月からシンガポールのジェトロの方に赴任してきておりまして、今こちらに来て2年半ちょっとというところになります。で、シンガポールを中心にですね、東南アジア地域におけるスタートアップシステム、それからスタートアップのエコシステムですとか、投資の動向についてリサーチしたり、それを発信したりですとか、あるいは具体的にですね、日本の大手企業さんやスタートアップと、東南アジアの大手の企業さんや、東南アジアのスタートアップとの協業の支援、あるいは、その東南アジアへの進出、また東南アジアのスタートアップさんの日本市場への進出といった、そうした形での各企業さんのご支援の方をシンガポールを中心に行っております。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。横井さん、ありがとうございます。そうしましたら、もう一人の日本ライフ X のシンガポールにいる杉山さんの方から自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。日本ライフ X でシンガポールに駐在しております、杉山と申します。よろしくお願いいたします。日本生命に入社した後はですね、割と海外で働いていた時期が長くて、インドのムンバイですとか、上海ですとかに駐在させていただいて、日本生命の現法ですね、現地法人で、いろいろな業務に従事させていただいておりました。で、この日本ライフ X、イノベーションの探索をですね、担当する部署には2019年からジョインさせていただいて、当初は中国の北京ですね、に駐在して、現地のテクノロジーだったりですとか、デジタル技術を活用した新しい保険、こういったようなところの調査、あるいは POC をさせていただいておりました。実はですね、このウェビナーに参加させていただく、登壇させていただくのは2回目という形になっておりまして、1回目はこの中国の時に登壇させていただいて、中国のインシュアテックなんかについてご紹介をさせていただいたというような経緯もございます。で、今はですね、中国からシンガポールに移っております。で、シンガポールを中心に、広くアジアのインシュアテック関連のこの R&D を担当させていただいているというところになってございます。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。杉山さん、ありがとうございました。そしたら、本日のアジェンダについて簡単に紹介していければなと思います。で、本日は大きく2つのお話ししていただこうと思ってます。で、1つがシンガポール、インドネシアにおけるイノベーションのお話。で、もう2つ目がインドのところについてお話ししていければなと思ってます。
まあ、大きな構成として総論部分の話と各論部分それぞれでお話しいただければなというふうに思ってますので、皆さん楽しみにしておいてください。では早速内容の方に入っていければなと思いますので、ここからお二人にバトンタッチしていければなと思います。横井さんと杉山さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではですね、ここからまずはですね、シンガポールとインドネシアについて、私の方からですね、市場の大まかな外観と、それから特徴についてお話しさせていただいて、その後、杉山さんの方からですね、それぞれの国での具体的な特に、インシュアテックの分野でのですね、イノベーションの事例についてご紹介いただきたいというふうに思っております。では次のスライドお願いします。ではまず最初に私の方からですね、このシンガポールとインドネシアを中心とした、まあ、東南アジアのですね、イノベーションの実力、そのエコシステムについてお話しいたします。では次のスライドお願いします。はい。で、東南アジア、についてですけれども、まあ、皆さんご案内の部分も多いかと思いますが、まあ、50年以上のですね、半世紀以上にわたって、日本企業が非常に大きな投資をしてきました。まあ、東南アジアにとって、多く一般にとって、引き続きストックベースでは日本企業が一番大きな、投資元というところになっており、日本が一番大きな投資元になっておりますが、まあ、そうした日本の投資によってですね、東南アジア各国がですね、これまで製造業を中心とした生産拠点として大きく発展を遂げてきました。またそうした生産輸出によってですね、各国の経済成長が進んできた結果、近年では特に中間層が増大してきまして、消費市場としての魅力も大きく向上してきています。で、この東南アジアに対して特にですね、この直近10年近く、期間のところにおいて、イノベーションの創出拠点としての注目度が高まってきていまして、まあ、日本企業だけでなく他の欧米系の企業も含めてですね、イノベーションの拠点、創出のための拠点として活用する R&D 拠点やイノベーションセンターを設置するという動きが非常に多くなってきています。で、次のスライドお願いします。で、東南アジアと一口に申しましても、非常に、多様な国の集合体となっておりまして、で、まあ、ざっくり大きくですね、その国々を3つのグループに、分けられるのかなというふうに考えています。一つ目が、シンガポール。まさにイノベーションのローンチパッドとしての、位置づけになります。で、シンガポールはですね、まあ、非常に政府が主導して多くの分野に投資を行いまして、企業を誘致したりですとか、人材を積極的に育成をして、まあ、それによって、さまざまな研究開発拠点や、イノベーションセンター、が、集積してきたと。で、それによってですね、比較的、東南アジアの中でも、高い水準の技術レベルの領域での産業が発展し、まあそうした領域でのイノベーションというのが多く生まれてきているというのがあります。で、またですね、ちょっとこの後の事例にも関連しますけれども、東南アジアがやはりその シンガポールがですね、この東南アジア、広く、地域のですね、ショーケースという役割というところも大きく担っておりまして、まあ、シンガポールでまずは、東南アジアの先端的な技術開発を行って、サービス開発を行い、それを他の東南アジアリジョンの大きな市場に広げていくといった戦略を取っているスタートアップさんや新規事業の開発というところは見て取れるのかというふうに考えています。で、二つ目のグループとしてですね、まあ、かつその比較的若年層の人口が厚くて、そうした方々が中間層として成長してきているといった市場になってきています。で、他方で、まだまだですね、社会全体としてのインフラ整備や、経済発展の度合いについてはですね、課題も多く残っているところではあるというのが実態かというふうに考えています。他方、これらの多くの人々はですね、非常にインターネット利用率が高くてですね、まあ、モバイルで、スマホで何でもアクセスして、サービスを得ているというような市場になっていますので、まあ、そうしたそのコンシューマーの、課題に対して、特にモバイルアプリケーションを中心とした、ソリューションでアプローチをしていくっていうところが大きな、特徴の、市場になっているのかというふうに考えています。で、三つ目として、まあ、本日はちょっと取り上げませんけれども、マレーシア、タイというところで、まあ、東南アジアの中では、シンガポールに次いで比較的早く経済発展をしてきた国ということで、まあ、都市部を中心にですね、インフラも整備されていて、便利な生活が遅れていると一方でですね、まあ、農村部や島嶼部などを中心に、まだまだ多くの社会課題が存在しているといった、まあ、そうした、二面性のあるですね、国のグループといったところなのかなというふうに考えています。で、本日この中でもですね、シンガポールとインドネシアにフォーカスをして、お話、事例等々を説明させていただきたいと思います。では、次のスライドお願いします。
はい。で、東南アジアのこのイノベーションのエコシステムをですね、まあ、特に欧米との比較で、見てみますと、まあ、シンガポールを中、あ、シリコンバレーを中心としたようなですね、欧米のイノベーションのシステム、エコシステムは、やはりこう、世界で最先端の技術ですとか、ビジネスモデルを開発をして、それを一気にグローバルに広げていくといった、まあ、世界のイノベーションセンターとしての役割を果たしている。で、それに対して東南アジアはといえばですね、先ほど来申し上げているとおり、まだまだ社会的なインフラですとか、生活上の不便さ、あるいは産業上の非効率っていうところが多く残っている、市場になっています。で、そうした非効率な部分や不便さに対して、東南アジアならではの、やり方、アプローチで解決を図っていくような、イノベーションビジネスっていうのが多く生まれてきているような地域かなというふうに考えています。ですので、東南アジアのイノベーションについて、その技術そのものやビジネスモデルそのものはもしかしたらすでに、欧米であったり、日本であったりでですね、ある程度、使われてきているものなのかもしれないですけれども、他方でそれを東南アジアの現地流にですね、うまくこの市場や社会の特性に当てはめていくっていうところが、大きな、イノベーションの源泉になっているというふうに考えています。で、次のスライドお願いします。で、その実際にですね、じゃあ、シンガポールとインドネシアにおいて、どのような分野に注目が集まっているのかというところですけれども、じゃあ、シンガポールとインドネシアの、分野別のですね、直近3年間のスタートアップへの投資額の累計を、示したグラフになっています。で、こちらを見ていただくと、緑のシンガポールに関しては、フィンテックですとか、AI、それから、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、そして本日のテーマであるインシュアテックですね。まあ、そうした、比較的、こう、金融市場のですね、規制整備や環境整備がされている領域に対しての投資が多くなってきていると。また、精密機械工業などのマニファクチャリングですとか、ビッグデータ、クリーンテック、ヘルステックといったですね、まあ、比較的技術水準が高い、レベルが求められる、領域への投資額というのが、多くなっているというのが、特にインドネシアとの対比でよく見て取れるかというふうに思います。で、他方でインドネシアですけれども、先ほど申し上げた通り、やはりコンシューマー向けのですね、モバイルアプリケーションですとか、B2B、それから B2C の e コマース、で、それに関連するアドテクといった、やはり大きなですね、消費市場を、ターゲットとした領域への投資というのが、多くなっているというのがよくわかるかというふうに思います。また、補足的ですけれども、インドネシアは農業大国でもありますので、アグリテックの分野に対しての、投資というのも、一定程度見受けられるかと思います。で、ここからですね、特にこの、東南アジアにおいてですね、日本企業さんが、どのようにイノベーションにの創出に取り組まれているのかというところについて少しご紹介できればと思います。次のスライドお願いします。はい。で、こちらですね、JETRO でですね、東南アジアにいらっしゃる日本企業さんにアンケートをですね、実施した結果として、まあ、東南アジアにおけるイノベーション創造活動の目的として何を掲げてらっしゃいますかというのを、最大3つまで、優先順位高いもの3つを、選んでいただきました。で、その結果としてですね、新しいビジネスモデルの探索思考獲得ですとか、既存事業の売上拡大といった、ところに対しての、回答が最も多くなってきております。で、じゃあ実際その、どのようなですね、程度感、目標値を持って、取り組んでいらっしゃるかというところに関連するとですね、まあ、まずは、東南アジア市場のイノベーション動向についての情報収集というのが、多くの回答を集めている。その一方でですね、まあ、その、具体的にスタートアップ企業ですとか、あるいはパートナーとなるような企業への投資機会の探索実行といったですね、フェーズまで、高い目的の、プライオリティとしておいて、掲げていらっしゃると、企業さんというのは、まあ、まだ、回答としては少子数にとどまっているというのが、実態というふうに考えています。で、こうしたですね、目的のもと、どのような、体制リソースをですね、同じ日本企業さんが、配分されているかというところを、次のスライドでお話しできればと思います。はい。で、こちらですね。まず左側ですけれども、このイノベーション創出について、日本企業さんどのような、人的配置をされていらっしゃいますかということでお伺いしたところ、まあ、7割の企業さんがですね、大多数が兼業の人材で、取り組みをされていらっしゃるというご回答でした。で、たのでですね、まず大多数が1000人の人材であるという回答も、まあ今で、実際には2割程度、ございまして、まあ、本日、日本生命さんも、専属で、担当の方置かれていらっしゃいますけれども、まあ、まだまだそうした形でですね、しっかりと、専属の方の人材を配置してリソース配分されていらっしゃる企業っていうのは、まだ、多くはないというのが実態かというふうに考えています。
で、次にロケーションとしてどのような都市にですね、人材を配置していますかというのを右側の方に示しておりますが、やはりイノベーションセンターとしてのシンガポールにですね、人材配置されていらっしゃるというご回答が一番多かったんですが、他方でですね、市場のあるジャカルタですとかバンコク、ハノイ、ホーチミンへの、人材の配置をご回答された企業さんも、同じ程度の数、それぞれ3都市とも、同じ同数程度のですね、数、ございました。で、他方ですね、この左側のですね、データと、掛け合わせて見てみますと、それぞれの都市にですね、いらっしゃる、まあその担当者の方というのは、まあ大体各社とも3人以下という形になっていて、で、そのうちの大多数が兼業でやられているという、回答になっていますので、これを掛け合わせると、実質的には、まあ各社とも、皆さん、各都市に、1人月ぐらい、人材を置いてらっしゃると。というのが、実態のリソース配分なのかというふうに考えています。で、こうした、もとでですね、じゃあ実際どのように、イノベーションを作っていくのか、その成功のポイントは何かというところについて最後お話ししたいと思います。はい。こちらはですね、イノベーションの創出でですね、例えば、POC ですとか、トライアル、MOU など何らかですね、具体的な成果を上げられていると、ご回答いただいた日本企業さんと、そうでなかった日本企業さんとの間での、比較を元にした、数字になります。で、こちらですね、ポイントとしては、4つございまして、まあ、イノベーション創出のための、コラボレーションを実現している企業さんの特徴としまして、1つ目に、現地に人材を、しっかり派遣してらっしゃるかどうか。で、2つ目として、その方々が、まあ、専属でですね、できるだけ多くの時間を、まあ、この、イノベーション創出の活動に割かれているか。で、三つ目として権限以上としてですね、まあ、例えば1000万円以上といった単位で、現地の拠点だけで、投資や、経費支出、POC の予算支出の、意思決定ができるといった権限以上がされてらっしゃるか。で、そして最後に継続年数として、まあ、組織として3年以上のイノベーション創出活動を継続的に行ってらっしゃるかとか、といったところが、このですね、実際成果をこれまで上げられてきている、企業さんと、そうでない企業さんとの特徴として浮かび上がってきているという、ものがございます。ですのでまとめますと、やはりこう、一定程度の、人材リソースを配分されて、そうした方々にしっかりと権限が付与されて、で、かつ中長期的にですね、継続的に、取り組みをされていらっしゃる企業さんっていうのは、この東南アジア市場において、ある程度のですね、イノベーション創出の成果を出されてきているというふうに考えております。で、私のパートとしては一旦まずは、東南アジアパートとしてはここまでとさせていただいて、ここからですね、杉山さんの方に実際シンガポールとインドネシアでの具体的な、事例について、ご紹介いただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。はい、それではですね、今ご紹介いただきました通り、ここから、私杉山の方からですね、まあ、現地に駐在して、いてならではの、まあ、探索できたソリューションについてご紹介をさせていただきたいというふうに思っております。はい。まあ、まずはですね、まあ、シンガポールから生まれたイノベーティブな、まあ、西方周辺領域のソリューションについてのご紹介からになります。はい。それぞれのちょっと国ごとにですね、まあ、いろいろこうペインポイントを持たれているというところがございまして、まあ、そういったちょっとペインポイントのご紹介からさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、まずシンガポールのペインポイントですね、先ほど横井さんのお話の中でも触れられていましたけれども、まあ、シンガポールっていうのはですね、まあ、東南アジアの中でこう経済水準が高くって、実はこの保険普及率なんかで言ってもですね、こう日本と並ぶようなこう高水準になっているということがございます。で、一方で、まあ、これまた日本と同じような事象としてですね、まあ、若年層についてはこう保険に対する関心がこう薄いっていうことだったりですとか、こう複雑で堅苦しそうっていう、まあ、そういう、こう心理的な、まあ、障壁があると、まあ、そういったような状況にもなっております。で、こうやってですね、このシンガポールのもう一つの顔として、まあ、実はこのギグワーカーというこのワーキングスタイルがかなり普及定着しているっていう面があるんですけれども、まあ、そういったこのギグワーカーにつきですね、まあ、毎月定期的な収入があるわけではないというケースもあって、そういったギグワーカーの方々からするとですね、定期的にまとまった金額が必ずかかってしまう
まあ、保険っていうのはこう経済的な負担になってしまって、まあ、敬遠されていたっていうような事情もございました。でですね、まあ、そのペインポイントに対応するこのソリューションのジャンルっていうのが、まあ、マイクロ保険というところでございます。一般的にですね、保証範囲であったり期間あるいはこの金額を限定する、まあ、言い換えるとですね、この必要な時に必要な分だけにすることで、こう少額な保険料でのこの保証の提供を実現させるタイプの保険のことをマイクロ保険というふうに定義できるわけなんですけれども、こうしたマイクロ保険がですね、e コマースであったりとか旅行の予約アプリ、まあ、こういうこのデジタルサービスに組み込まれた形で提供されることによって、この消費者のこのストレスを軽減させつつも、まあ、必要な保証を備えていただくっていうことをこう実現できるというような形になって、まあ、今加速度的にこの勢いを伸ばしている、まあ、そんなモデルになってございます。で、保証があることでですね、こうデジタルサービス自体の販売も促進できるという、まあ、行動変容の作用があるみたいなことも、こう最近一つの特徴というふうに言われているところです。はい。でですね、まあ、そんなこのマイクロ保険、あるいはエンベレッド保険の中で、シンガポールから生まれたユニークなサービスが、こちら、こう、スナックというものになってございます。スナックはですね、この若年層の方が普段使いするフードデリバリーだったり、金融だったり、あるいはこう、まあ、電車、バスなどのこう交通、まあ、そういったサービスにおいてですね、こうデジタルペイメントでサービス利用費用をこう支払う際に、ついでにこの自分で設定した少額の保険料を積み立てることができる、まあ、そういった仕様の保険になっております。払い込まれた保険料はですね、ご自身で希望する種類の保証内容、保険に即時反映されて、その保証額が変動していくっていう、まあ、そんな仕組みになっているということです。で、日々の生活の中でですね、利用するあらゆるサービスにこう保険がこう組み込まれるといったような、まあ、そんな概念になるので、まあ、最近ではですね、ライフスタイルインシュアランスといった名称での保険の新ジャンルを確立しつつあるもの、まあ、そういったような捉え方もされているものになってございます。はい。で、こちらがですね、まあ、一日の生活の中、まあ、つまりライフスタイルにおけるスナックの使い方のイメージになっています。朝通勤の際にですね、まあ、電車に乗ったら、電車賃に加えてこう30円が自動控除されて、まあ、3000円分の保険金として、そのユーザーのスナックアプリの中でこう積み立てがされると。で、同じようにコンビニで買い物したりとか、まあ、お昼にご飯を食べたり、あるいはこうジムに行っても、こう自動控除、積み立てっていうのがこう発生するような仕組みになっているということでございまして、まあ、あくまでイメージではありますけれども、まあ、この日の場合に関しては、こう支払い保険料の総額が160円、累積の保険金額っていうのは、まあ、14,500 円になる。まあ、そんな感じのイメージになってございます。はい。で、こちらですね、まあ、スナックのこの UI イメージということになるんですけれども、まあ、どんなジャンルの消費活動に対して、まあ、どの保証内容のこう保険料控除トリガーを設定するのか、あるいはこのいくらの保険料を積み立てるのかっていったことはですね、ユーザーご自身で、まあ、いつでも設定あるいはこう変更可能というような形になっています。保険料を支払いすぎないようにですね、キャップも設定可能っていう、まあ、そういうような機能も備えているものになってございます。はい。で、こちらですね、このスナックの機能の中には、こう健康状態に連動させて、こう保証がプレゼントされる、まあ、そういったような性格のものもあるんですね。で、ユーザー自身のこうウェアラブルデバイスとこうスナックを接続させてですね、で、ウェアラブルデバイスを通じて得られた健康データのこう解析によって、こちらに書かれているこのバイオロジカルエイジっていう、まあ、いわゆるこう健康年齢を算出することができるんですね。で、その健康年齢っていうのが、こう、実年齢を下回っていたら、保険会社的にはですね、まあ、その分、まあ、リスクが、この方は低いというふうな判断ができるということになりますので、まあ、低くなった分のリスクに相当する保険金額を無料でプレゼントしてあげているという形になります。まあ、まさにですね、まあ、こういったようなこの運動もこう範囲に含めているという文脈においては、ライフスタイルに組み込まれた保険サービスであるんじゃないのかなというふうに言えるかなと思います。
はい。で、こちら、スナックのこの UI のデザインになりますね。シンガポールの若年層の方々でなくとも、まあ皆様の中にもですね、こう保険というふうに聞くと堅苦しそうだなというふうにお感じになられる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながらですね、このスナックっていうのは、こうご覧のようにこうアプリ形態でこうゲームのようなデザインで作られているんですね。で、私のシンガポールのですね、このチームのメンバーなんかも、スナックアプリユーザーであったりするんですけれども、まあ感想としてですね、こう保険に入ってるっていうより、こうゲームで遊んでるような感じがするっていうようなことだったりですとか、あるいはこう自分がこう何かしらのこの活動をするたびに、こう保証額が溜まっていくのが、まあ経験値稼ぎみたいな感じで、こう面白いみたいな、まあそんな話も聞いたりするというところでございます。はい。で、先ほどですね、横井さんからシンガポールのイノベーションの特徴の一つとして、シンガポールでのこの社会実験あるいは社会実装の実績をショーケースみたいな形にして、で周辺国へこう展開をこうしていく、まあそういったようなポイントがあるよということを挙げられていらっしゃったかと思います。で、これはですね、このまさにスナックで一部実現されていることで、でスナックを展開する保険会社、これインカムさんというんですけれども、このインカムさんがこうハイブっていうブランド名でですね、スナックを構成する要素をこう再現するためのこのシステムの外販を諸外国に向けて実施中というところでして、まさにシンガポールがイノベーションのローンチパッドと呼ばれることの証拠だというふうに言えるんじゃないのかなというふうに思います。はい、こちら最後のページですね。まあ以上がシンガポールで発掘した保険イノベーションスナックということになります。まとめを一応言うのであれば、シンガポールで保険周辺のペインポイントとして挙げられていた、まあ、保険がとっつきにくいみたいな話だったり、まあ、お金がない時も強制的に定額の保険料を払わなきゃいけないのが負担、まあそういったような声に対応してですね、消費者の日常生活の中に溶け込ませることに成功した、まあ画期的な事例と言えるんじゃないのかなと。まあ加えてゲーム的なデザインもありますので、まあユーザーの活動を保証の増額に結びつけるみたいな機能をグビさせることによって、保証のこの増額欲しさにですね、ユーザーがこう活動を加速する、まあそういったこのユーザーの行動変容も伺えるような要素を含んでいると。まあ、そんなサービスなんじゃないのかなといったところがスナックのまとめでございます。はい、はい。でここからですね、今度インドネシアの事例に移らせていただきます。はい、こちらですね、インドネシアのペインポイントを記載させていただいております。インドネシアのペインポイントとしてはですね、デジタル化が国として、まあ、かなりなされてきているという一方で、経済はこう発展の途上ということが挙げられます。で、そんな中で、このインドネシア人の方々のこの収入との比較感で見るとですね、スマホを中心としたこの生活必需品のデバイスが高額になりすぎているということが挙げられます。まあ、あくまでこうインドネシア全体の平均値ということではあるんですけれども、こう月収が約3万円ということに対して、iPhone の例えばこの前世代のこのモデルなんかを見ると、まあ、約 9.9 万円というような状況でございまして、まあ、以前に比べてこうより高額な買い物になってきてしまっている、まあ、買い替えがしにくくなってきてしまっているということが挙げられます。で、そこでですね、こう、ローンで購入するっていうことが、まあ、一般的になりつつあるということなんですけれども、まあ、ローンで買えたとしてもですね、購入者の方が、こう、一家の稼ぎ頭だとしたときに、その方が、例えば、じゃあ、病気だったりとか、事故だったりっていうところで、こう、毎日のことが起きてしまったっていうときに、残されたご遺族の方々はですね、こう、高額なローンを引き継がなければならないということになってしまうので、まあ、これがペインポイントになっているということでございます。はい。で、このペインポイントに利用されているソリューションジャンルがですね、まあ、信用生命保険というところでございまして、まあ、今日ご参加の方々であればですね、ご存知の方が、まあ、ほとんどなんじゃないのかなというふうに思いますけれども、まあ、一応軽く触れさせていただくと、まあ、ローンを抱えるご契約者の方々にですね、この万一のことが起こった場合に、保険会社がこうローン残高分の保険金をこうお支払いする。まあ、そんな感じの商品になっていると。まあ、日本ではですね、主に住宅ローンの利用者に対して提供されているような商品になってございます。はい。で、この信用生命保険金のこの対象金額をですね、
スマホ購入時のローンというふうにしているのが、イオンファイナンシャルさんのこの現地法人のイオンクレジットさんがですね、弊社日本生命の現地法人であるセクイスライフというところがあるんですけれども、まあ、そこと一緒に展開しているスマホ信用保険というものになっております。でこちらのイメージ図記載させていただいておりますけれども、まあ、ご注目いただくとお分かりいただけるかなというところですが、この左側ですね、こう家電ショップなどでスマホを購入する方がイオンクレジットさんに対してこうローンを申し込むっていう時に合わせて加入ができるっていうタイプの保険になってます。ローン残高をイオンクレジットのアプリでこう支払う際にですね、まあ、合わせて少額の保険料も支払っていくっていうモデルになっています。はい。で、こちらですね、スマホ信用保険の、保険料と保険金、上下に書かせていただいてますけれども、イメージになっております。スマホをですね、まあ、仮にこの12回払いのローンで購入したとしたときに、仮にこの3回分を支払った直後に、ローンの契約者の方が死亡されてしまったら、残りのこの9ヶ月分のローン残高が、まあ、弊社インドネシア原報によってこう保険金としてこう保証される、まあ、そんな感じの仕組みになってございます。はい。でですね、このスマホ信用保険もアプリに組み込まれたエンベレッド形態で提供されているといったところが、まあ、一つポイントかなというところでございます。シーンとしてはですね、消費者の方がイオンクレジットのアプリを使ってこのスマホのローンを組むときに合わせてスマホ信用保険に加入するかっていう選択肢がこうポップアップで現れるというような感じになりますので、ここでこう加入を完結させるっていう形態になっています。はい。で、ここでですね、もう一つちょっとポイントとして、挙げたいのが、仕組み的にはですね、今しがた申し上げたように、これってアプリで加入完結できるようなモデルになっているんですけれども、人、あるいはヒューマンタッチですね、そういったものが、この加入のジャーニーを支えているっていうような点、これをちょっとアピールしておきたいなというふうに思います。インドネシアはですね、このシンガポールよりもかなり政府普及率っていうのが低いんですよね。で、そういったまあ理由もありまして、この保険の仕組みに対するこの知識が限定的な方っていうのも、まあ、多いというような状況になってます。で、そうした層がですね、こう自力でこのスマホ信用保険をこう理解して、加入までするっていうのは、かなりハードルが高いっていうのが実態になっているというところでございまして、そこでですね、イオンクレジットさんは、このプロモーターという職種のスタッフさんをこう採用されていて、で、家電量販店にこう配置をして、で、消費者の方がこのスマホをこう購入しようかっていう時に、ローンの案内に合わせてですね、スマホ信用保険の案内も実施していると、こういうような実態になってございます。はい。で、こちらがですね、プロモーターさんから、我々が直接伺えたお話になっているということなんですけれども、まあ、個人的にですね、ちょっとポイントとして感じるのは、3歩地目。まあ、目指すところは、お客様の買い物活動のジャーニーの一部になるというような部分でございまして、これはですね、実は先にご紹介したこのスナックの事例と、まあ、少し似たようなところがあるなというのが私の感覚でございます。スナックもですね、スナックのこのマイクロ保険に加入したユーザーが、こう、より保証のこの厚い商品っていうのをこう追加で購入する、追加で加入するっていうケースがあるわけなんですけれども、その際にですね、この人である、この、いわゆるこうエージェントの方が、スナック上でこうユーザーの方とこうアポイントを取ってですね、で、リモート形態あるいはこのオフラインの形態でこう面談をすることによって、消費者のこの伝統的な保険に対するこの理解をこう促進させるみたいなことをこうやっていらっしゃると。まあ、こういったような形でですね、このフルデジタルでも、フルヒューマンでもなくて、あくまでもこう顧客起点で、お客様がこう最も心地よいジャーニーが送れるように、こうデジタルとヒューマンがこうお客様のこのシチュエーションに応じてこうまあ入れ替わりながらですね、こう対応していくっていう、まあそういう形態をとっていらっしゃるということでございまして、まあこういったようなですね、まあ、いわばこう進化したオムニチャネルみたいなモデルが、国であったり、あるいはこう経済発展のステージを問わず、まあトレンド、あるいはこうスタンダードになってきているなというような気配を感じるところでございました。
はい、こちらですね、インドネシアパートのまとめになります。スマホ信用保険、生活インフラであるスマホを対象としたこうローンを保証する保険になっているというところでして、基礎的な生活あるいはこう消費ニーズを捉えた保険であるというふうに言えるかなと思います。でポイントはですね、今申し上げたようにエンベデッド保険でありながらもヒューマンタッチも交えた、そんな販売プロセス設計になっているということですので、これはこう世界のトレンドというふうに言えそうだなというところでございました。はい、はい、で続きましてですね、ここからちょっとインドのパートに移らせていただきたいと思います。マイクをですねちょっとまた横井さんにお戻しさせていただきまして、はい、インドのイノベーションの実力、そしてこうイノベーションを生むエコシステムについてまたご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では、改めまして、私の方からですね、インドの、イノベーションのエコシステム、インド全体の状況について少し、概観させていただきたいと思います。では次のスライドお願いします。インドのですね、この市場の特徴としまして、大きくですね、3点ご紹介させていただきたいと思います。まず、一つ目としまして、皆さんご存知、モディ首相のですね、政権の下で、国内の経済成長発展を遂げてきたと。具体的にはメイクインインディアの政策の下ですね、外国からの投資を促進したりですとか、工業団地などのインフラを整備したり、あるいは IT をはじめとした自動車などの重点産業にですね、集中的にリソースを投下したりといったことをされてきています。で、また、全国で統一のですね、物品サービス税、いわゆる消費税ですね、これを導入したということで、これは非常にビジネス界からも高く評価をされていまして、ビジネス環境としても整備をされてきていると。で、最後にですね、本日のこの後の話題にも関連しますけれども、デジタルインフラとしまして、個人番号、いわゆるマイナンバーですね。それして、それを生体認証で、認証可能とする、システム、インディアスタックと、呼ばれてますけれども、これを、構築してきたと。で、これによってですね、この元に、この上にですね、本人に確認、EKYC ですとか、電子署名、あるいは、この後の事例に関連しますが、リアルタイム決済を、個人間、あるいは、銀行間も含めて、可能にしてきたと。いう、こうしたデジタルインフラの整備が、急速に進んできているというのが、一つ目の特徴です。で、二つ目としまして、やはり皆さんイメージを持たれることも多いかと思いますが、独自のですね、結構スタンスを取ることも多くてですね、特に対外的に、そうしたところが際立っていると。で、例えば中国との間でですね、国境地帯での衝突などもあった直後からですね、国内、インド国内でも人気のあった、中国系のアプリ、具体的には TikTok ですとか WeChat、あるいは日本でも多くユーザーいますけど、アリーナ・オルベーラ日本名原神対決というゲームですが、そうしたゲーム、アプリに対して一斉にですね、こう、インド国内での提供を禁止するといった、非常にドラクティスティックな措置も取られています。で、また、ロシアとの関係ではですね、インドは世界第3位の石油消費国でもありますが、もともと輸入はしてきたんですが、ウクライナへのロシアのですね、侵攻後もですね、特に、石油の、輸入量がロシアから増えているといった、形で、ロシアとの、関係というのも、つながりが、強いものがあると。で、また、対外的な貿易政策としては、これは国内の産業基盤の脆弱さとも相まってですね、自由貿易協定の交渉、ASEAN プラス6で始めた、RCEP という枠組みがありますが、これから、これの最終盤でですね、脱退してしまうといった、行動を取ったり、といったところもされてきています。で、三つ目と特徴としまして、そうしたインドですけれども、やはりこう、国内でのですね、格差はありつつも、世界一の人口を、今や、要していて、かつその人口が確実に成長して、中間層が増えてきているという、魅力的な市場であることは間違いないというふうに思います。総人口 14.4 億人の中央年齢値が28歳という、若さ、そして一人当たり GDP で見れば、全国平均で見れば、今や、2400ドルを超えてきているという中です。他方で国内での経済格差は非常に大きいものがありまして、比較的豊かな、州と、そうでない州との間では、数倍のですね、GDP の格差がついているというのは見て取れるかというふうに思います。で、まとめますとですね、やはり IT や、ソフトウェア産業を中心にですね、経済格差を発してきた、
それによって中間層というのは一定程度増大してきたものの、また方で雇用吸収力の大きな製造業といったですね、そうした産業についてはまだまだ発展途上というところで、それによって豊かになった方と、まだ、そうしたところにあり、そうした果実にアクセスできてない方との間での経済格差っていうのは国内的には大きくなっていると。で、直近この6月にですね、結果の出た全国の、会員総選挙でも、そうした格差に対する不満をですね、背景として、モディ政権の、議席というのは実は、大きく低下をしていたというのが、今のインドの足元の状況かなというふうに考えています。で、ちょっと次のスライドでですね、この中の、一つの、取り組みの一つである、リアルタイム決済のところについて、データを紹介したいと思います。こちらですね、UPI というですね、インドの全国共通の統一決済インターフェースになっていまして、これはモディ政権間でですね、全国に普及をさせてきたといった結果ですね、今や2023年の時点でですね、2500億米ドルもの金額が、このインターフェース上で決済をされていると。で、そのうち8割がですね、約8割がこう、金額ベースで、個人間の送金であるということで、非常にこう人々のですね生活にですね、この、決済のですね、インターフェースが浸透してきているというのが分かるかというふうに思います。じゃ次のスライドお願いします。はい。で、もう一点ですね、インドの中間層というところで、申し上げると、今の、直近2021年の時点でですね、約全世帯の3分の1程度がですね、いわゆる中間層以上の、人口世帯構成になっているわけなんですけれども、この割合がですね、2031年には、半分を超えると。なので、全世帯の半分以上が中間層になっていくといったようなところが予測されていると。さらに中長期的にその割合が増えていくし、あと、富裕層の割合も高まっていくというところで、そうした消費者市場というのは非常に有望であるというのは、多くの予測が示しているところかなというふうに考えています。じゃあ、次のスライドお願いします。で、実際そうしたですね、消費者市場を中心とした、成長市場にどのような分野に、投資が集まっているのかというところで、これも、先ほどのインドネシア、シンガポールと同じくですね、過去3年分の、分野別のスタートアップの投資額を累計したものなんですけれども、やはり、モバイルアプリや e コマース、それからフィンテックといったですね、個人の生活に、密着するような領域に対しての投資が多く集中してきていると。で、また加えてですね、インドの伝統的産業に、近いような、クラウドコンピューティングや AI、そして IoT といった分野に対しても一定額が投資されてきているというところが、見て取れるのかなというふうに思います。では、ここからですね、インドの具体的な、事例について杉山さんより、ご紹介をお願いいたします。どうもありがとうございます。はい。では、私の方からですね、インドで生まれた、西方周辺領域のソリューションについてご紹介、最後させていただきます。はい。ですね、今しがた、ご紹介があったようにですね、こう格差がありつつも、中間層のボリュームは着実に増大しているっていうのが、状況かなというところでございます。で、さらにですね、この収入を増やす手段として、こう資産運用っていうのがですね、もはやスタンダードな時代となっている中、インドにおいても徐々にこの資産運用っていうのがこう広がりつつあると。一方で、それまでですね、この運用にこう触れる機会が、なかなかなかったインド人の方々からすると、株だったり、あるいは投信への投資っていうのは、未だこうハードルが高いと。で、ご自身はこうもちろんですね、こう身近にこう保有している方々もこう少ないということなので、なかなか手を伸ばしにくいっていうのが、それまでのこう現状であったとこういうことでございます。はい。で、そうしたこのペインポイントに対応するソリューションジャンルがですね、もはや、日本でもおなじみのこの資産運用プラットフォームアプリとこういう形になってございます。もはや説明不要かなというふうに思いますけれども、一応触れるとですね、個人や企業の方々がこう資産をこう効率的に管理運用するためのこうツールを提供するようなサービスになっているということでございます。はい。で、このソリューションジャンルがですね、こう、インドではどういうふうに使われているのかということを、こう、次のページからご紹介させていただきたいんですけれども、こちらですね。ジャーという企業がございます。で、こちらがですね、ゴールド、
金ですね、に振り切った資産運用のこうプラットフォームを展開されているこう企業、あるいはこうサービス名という形になっているんですけれども、ちょっとこの前提を少しお話しさせていただくと、インドっていうのはですね、もともとゴールドが非常に馴染み深い国なんですね。で、歴史的背景としてこうインダス文明というのがまあ昔あったわけなんですけれども、このインダス文明の時代から金がですね、こう近辺地域でこう採掘できたというところでして、まあ貴重な資源であったり、あるいはこう権力だったりこう富の象徴としてずっと扱われてきてですね、金を使ったこう装飾品、あるいはこう工芸品っていうのが非常に作られていて、今そういったものがこう発掘されているというような状況になっています。その名残で、今も世界有数のこう金の市場がインドで存在していて、で、まあ多数のですね、この金を扱った装飾品が取引されていたりといったような状況になっています。で、そこでですね、じゃあは、ゴールドであれば、インド人と馴染みが深いんじゃなかろうかと。まあ、そしてですね、このゴールドっていうのは、まあ、資産形成の手段としてのこう代表的な金融商品の一つだよねと、こういったようなこの発想、あるいはこう思想からですね、アプリ形態で、ゴールドに特化した、この資産運用サービスを提供すると。まあ、このジャーをローンチしたと。まあ、そういったような経緯になっているということでございます。はい。で、こちらですね、ジャーの特色について語らせていただいているページになっているんですけれども、ジャーの特色はですね、この投機的な投資を干渉するっていうスタンスではなくて、資産形成のこの習慣づけをですね、干渉していく。まあ、そんなスタンスを持っているということでございます。で、そのスタンスをこう具現化した機能っていうのが、まあ、こちらに表示のこうセービングパーペイメントというものになります。下にですね、このオレンジで吹き出し書かせていただいているかと思いますけれども、吹き出しに書いてある通りですね、この何かの買い物をこうデジタルペイメント、まあ、まさに先ほど横井さんからご紹介いただいたこの UPI で決済をするときに、この UPI とこう連動するような形でこの JAR がこう起動してですね、で、買い物の支払額っていうのをこう切り上げて、で、差額のこの金額でこう少額のゴールドを買い増しすることができる。まあ、そんなオプションをこうスマホ上で提示するっていうサービスを提供されていらっしゃる状況です。で、これによってですね、この日々の生活の中でこう継続的に資産形成をこうしていくっていう、こうまさに習慣づけがなされるということになります。でですね、まあ、聞いていただいていて、お気づきになられた方も、まあ、いらっしゃるかもしれませんけれども、こう日々の生活の中にですね、この資産形成の機会をこう埋め込むっていったような発想っていうのは、まあ、冒頭紹介したこのシンガポールのスナックと似てるんじゃないのかなというところなんですね。まあ、同じような時期に、こういうこうシンガポールとインドっていうこの別の国で、まあ、こうしたこの同様の思想のサービスが創出されたっていうのはですね、まさにこのデジタルペイメントであったり、あるいは API 技術のこの発展、あるいはこの一般化というのがですね、こう大きく作用しているんじゃないのかなというふうに考えられるところでございます。はい。で、こちらですね、JAR のもう一つのこのユニーク要素はですね、こう自前で金融教育コンテンツを作成しているという点でございます。まあ、親しみやすいコンテンツとすることで、消費者のこの金融の活用の習慣化の推進を目指しているということなんですけれども、まあ、こうしたですね、この自前のコンテンツの制作、あるいはこう発信というのも、まあ、私が以前いた中国、この中国のこの保険会社あるいはこのブローカーさんもですね、よく活用していた手法でして、まあ、こうしたところもですね、こうテクノロジー発展をこうベースとした、まあ同じような発想がこう多国間でですね、同時発生しているケースというふうに、まあ、言えるんじゃないのかなというふうに思ったりもします。はい。で、こちらですね、この JAR の CEO の方に、こう、我々が直接インタビューをさせていただいた際のコメントになるんですけれども、まあ、インド政府のサポートによってですね、口座だったり、こう、決済サービスの普及がなされているってことは、認めつつも、まあ、運用については、手がつけられているのが、まあ、国民全体の 3% にしか過ぎないということでございまして、これをですね、この方は、こう、ビジネスチャンスと捉えて、まあ、安全でアクセスしやすい運用機会をこう提供していくんだということをこう力強くこう語られていらっしゃったっていうのが非常に印象的でございました。で、まあ、またですね、この細かいながらも実は大切なこととして、こう最後のポチにあるこの言語面を大切にされているということでして、実はですね、この、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけど、インドではですね、このヒンドゥー語っていうのがまあメインランゲージの一つになるわけなんですけれども、このヒンドゥー語の他に、
タミル語だったりとかベンガル語だったりですとか、こう地域によってですね、こう使われている言語がこう微妙にこう違うんですね。で、こういうふうに違う言語が使われている中で、消費者目線で言うと、こう普段使いしている言語でもこう利用可能なこの仕様にしているっていうことを特色としてこの仕様の方は挙げていらっしゃいました。個人的にもですね、この言語面っていうのが、こうサービスを利用する上でのこの UX に一番大きく作用する要素なんじゃないのかなというふうに思う部分も日々日々感じておりますので、まあ、こうしたことにですね、気を回しているっていうことも、こう、JAR が今顧客数を伸ばしている大きな要因なんじゃないのかなというふうに感じられるところでございました。はい、最後ポイントですね。まあ、インド人の方々のこう馴染みのない金融商品を前にすると、まあ、運用へのこの第一歩がちょっと踏み出しにくい、まあ、そういったペインポイントに向き合ったサービスだったなというところでございます。資産形成を習慣化すべくですね、日々の生活の中でこう少しずつゴールドを買い足せるっていう機能もこう提供しているっていうのはですね、まあ、もしかしたら、まあ、世界的なトレンドになりつつあるんじゃないのかなというふうに感じられるところでございました。はい、はい、最後ですね、全体を通したまとめに触れさせていただきたいと思います。はい、3つポイントを挙げさせていただいております。全体に共通するところとしてですね、まあ、1番目ですけれども、まあ、やはりまずペインポイントがあって、でそのペインポイントをこ うまく因数分解あるいはこう整理をして、でこういうサービスを開発したらそのペインポイントっていうのを解決できるかもしれないっていう発想でこうサービスローンチしているっていうことがポイントとして挙げられるかなと。で、そして二つ目ですね。まあそうした経緯で創出されたがゆえに、この UX がこう非常にこう高い、まあそういう設計になっているんじゃないのかなと。で、かつそれがデジタル技術の活用によって実現できている。まあ別の言い方をすると、変にレガシーに引っ張られることによってこう矛盾を含んだような設計になっていないっていうことが、まあいずれのソリューションにも共通して言えることなんじゃないのかなというふうに思いました。はい、で、最後3つ目ですね。こちら横井さんの方でコラボ意欲に関するコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では最後に、はい、三つ目としまして、日本プレイヤーとの、まあ、高いコラボレーション意欲ということで、まあ、最初に申し上げた通り、日本企業さんのですね、まあ、この地域、東南アジア、インドに対してのですね、長い、期間かけての投資を通じたですね、まあ、プレゼンスの大きさですとか、各国の経済における重要性というのは非常に大きいものが、あります。これも現地にいて非常によくわかるところでして、まあ、そうしたところに対して、まあ、非常にですね、スタートアップであったり、新規事業開発側の企業からの、高いコラボレーション意欲っていうのを、まあ、日々感じておりますし、ジェトロとしてもそうしたですね、現地の、ローカルの、プレイヤーの方々からの期待というところをぜひ日本企業さんにおつなげさせていただきたいというふうに思っています。最後に一言だけですが、今、チャットボックスのにもお送りしましたけれど、まさにこうしたローカルのですね、現地のプレイヤーの方と日本企業の方とをですね、つなぐピッチイベントっていうところもやっておりますので、ジェトロといたしまして、シンガポール政府とですね、共催で開催しておりますので、7月19日金曜日に日本からもオンラインでご覧いただきますので、ぜひもよろしければ皆さん、ご覧いただければ幸いです。ありがとうございます。はい。二人ともありがとうございました。全体通して、まあ、地域の特性、東南アジアっていう地域の特性に応じたソリューションが発展してきてるっていうお話で、その特性っていうのも、まあ、どちらかというと、こう、日々のインフラが整っていないからこそ、まあ、日常に根ざしたようなペインを解決するイノベーションっていうのが、まあ、起きてるっていうところで、3カ国のソリューションをご紹介いただいたかなと思います。改めてですけど、ありがとうございました。で、やっぱり横井さんは、ジェトロで東南アジアのこのスタートアップのエコシステムの調査をされてたりだとか、あと実際にその東南アジアのスタートアップと日本企業との協業支援みたいなところで、まあ多くの事例見られている中で、対極的にこう総論からご説明いただいたので、主張された皆様も非常にわかりやすかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、杉山さんの方におかれましては、まさにアジアの虎として、日本生命の保険実務にこうイノベーションを実装するだとか、まあ、グループ会社の実装を目指したこう実務家としての視点というところで、各ソリューションの細かいところまで顧客体験の改善というところを一つの視点と軸としていろいろご説明いただいたので、実際聞いてる側も自分たちの仕事のところでこういう視点があるのかなとか、想像しながら聞けたのかなというふうに思います。本日は本当にお忙しいところありがとうございました。
では、あと40回目の件に関しましては、本日これで終わりにさせていただければなと思います。少し時間伸びてしまって大変申し訳ございませんでしたが、ご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。